似合ってるぞ、ねずこ。気に入ったんだな。ここで大正こそこそ噂話。刀鍛冶見習いの小鉄くん、お面の下の顔はお面とあまりに似すぎているため、みんなにお面をかぶる必要がないのではと言われているそうですよ。容赦ない毒舌だけど、やっぱり心は可愛い少年なのかもしれませんね。次回第3話、300年以上前の刀。熱い。炭治郎さん、どこですか？修行始めますよ。ちょっとうまくいったからといってサボったら元の木阿弥。石の上にも3年、アリとキリギリス、牛の歩みも千里ですよ。炭治郎さん、どこですか？禰豆子、逃げよう。どこですか？